キャベツです。これに漆をつけて模様をつけていきます。自分のオリジナルの技法になりますね。なんかちょっと違った面白い柄が、自然な柄が出てくれるのでね。古臭いっていうイメージをちょっとデザインも変えながら、かっこいいっていうのに変えていきたいなっていうのを思いながら制作しています。本当に静かですごくいい場所ですね。たまたま自宅の近くで、もともと大家さんが陶芸やってるっていうので工房として使っていたところを、まあ、辞めるタイミングで私が借りれることになって、まあ、ここで作ったのももう若干こういうふうに適当なんですけど並べてるので、プレゼントとか欲しい方はこうフラッと寄って見ていただけることもできるようになってます。まずこれなんですけど、これはまあ代表的な津軽塗の唐塗っていう技法を使ったシルバーリングになります。現代的な形に自分で加工して作ってます。これなんかはあのシルバーじゃなくて、素材が革でできてるピアスになりますね。革なのですごい軽くて、でこちらは卵角っていう、これも漆の技法で、漆であの白っていう色が出せないので、昔から卵の白い部分を使って白い色を表現して、仕上がりをイメージして塗る順番とか塗る厚みとか、そういうのをあの頭の中で計算して作っていきます。どんな模様が出るかっていうのは楽しい工程になりますね。色の厚みとかでも回数とかでも全然柄違ってくるので、この技術が何百年前も続いてるっていう、そのストーリーに一番自分は感銘を受けてこの仕事をしてるので、昔の技術を使いながら今のアレンジをしていくっていうのを主に心がけて制作しています。金属とかガラスってこうツルツルしてるので、漆の食いつきがすごい悪いので、漆の糊を良くするこう下地作業っていうのが大事になってきます。いろいろ工夫して試行錯誤して改良しながらやってます。まあ、焼き付け技法っていうのがあるんですけど、剥がれないように、まあ、漆にわざと熱をかけて強制的にくっつける技法があるんですけど、自分が楽しみながらものを作って、それをお客さんも楽しんで見てもらえるようになればいいなと思ってます。楽しんで作ってないものって、なんかお客さんも楽しんでもらえてない気がしてるので、かっこいいって言ってくれたりとか、まあ、こんなの見たことないっていう風に新しい反応してくれるので嬉しく思ってます。だから作るのがまあ好きで、好きっていうのが一番ですかね。
はい。